皆さんこんにちは。こんにちは。クラシカテレフォンショッピングの時間です。イエーイイエーイ。はるくん、はい。最近の車ってナビついてない車もあるじゃないですか。はい。スマートフォンも結構進化してナビ代わりに使う方とかって結構多くないですか。多いっす。俺も使ってます。そうですよね。はい。そんな時スマートフォンってどこに置きますか。ドリンクホルダーにボーンって刺してます。なるほど。そんな方のためにスマホスタンド、今回こちら紹介していこうと思います。おー、いいですね。実際にアマゾンランキングで上位3つ、ベスト3、固定型のスマホスタンドと、はい、充電もできるタイプのスマホスタンド、おお、合計6個買ってみました。こちらドン。いいっすね。こちら側が携帯ホルダー、こちらが充電もできる携帯ホルダーです。おお、いいっすね。やっぱナビゲーション使うと結構電池消費しますからね。はい。充電も一緒にできるってなったら結構便利なんじゃないでしょうか。ですね、うん、でこちらはまだ買ったばかり、開けてもないです。お、今回開封から紹介させていただこうと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。でまずこちら Amazon ランキング1位です。 AC メジンさんですかね。金額が令和6年3月時点で3199円。3199円、約まあ3200円ですね。はい。こちらの商品ね、7600件以上のレビューがあって。マジっすか。そのうちの 70% が星5という。嘘。超優良商品じゃないですか。日本のテストでも7割いけば合格ですもん。やばいっすよね。だつまりこれ合格っていうことなんですよ。うわおおすげえ期待できる。で続いてこちら Amazon ランキング2位、トップメイクさんのスマホホルダーですね。おー、1999円。お、安い。ちょっと2000円切ってる。でこちらもレビューが4500件あって、おそのうちの 70% 以上が星5という。うえ、どっちもやべえですね。これは結構期待できますよ、このうちに。やばいですね。続いてこちら Amazon ランキング3AI ノープさんのスマホホルダー、はい、こちら金額が2099円。2099円、うん、まあ、比較的安めなのかなという印象ですよね。でこちらはこの2機種とは違って、はい、レビューがなんと3万件以上あります。3万件かなり多いですよね。だって7000、4000ですよ、はい、3万桁1個違いますから。やば。これは期待できる。ただ 48% 以上が星5ということなので、お、半分の方は満足してるけどそれ以外の方は満足してないのかなと、そういう商品になりますね。まあ、でも星4もあるんですもんね、うん、星4取れたら満足ですからね、はい、ちょっとこれは検証しながら見ていきたいと思います。そうですね、お願いします。続いてこちらですね、ワイヤレス充電機能付きのスマホホルダー、はい、Amazon ランキング1、2、3です。おお、まず第1位こちら、はい、インデンチャージ。インデンチャージ、読み方が合ってるかはちょっとわからないんですけれども、こちら3599円。おお、うん、そんな高くないですね。充電機能付きでこの金額なら安くすら感じますよね。そうですよね。でこちらは5500件のレビューがあって、なんと 82% が星5という。高っ。かなり高評価を得ている商品ですね。やばいですね。これはちょっともしかしたら押せる商品かもしれないですね、はい。続いてアマゾンランキング2位、第2位、シンクダ。シンクダ、絶対読めないやつですね。2389円。安っ。すごく安いですよね。安いですよ。まあでもワイヤレス充電ができるということなので、はい、これもちょっと期待できますね、はい。こちらですね、ちょっとレビュー数が落ちるんですけれども、1250件のレビューがあって、そのうちのなんと 84% が星5という、うん、全部すげえな。結構これすごいですよね。 80% 以上ってもう東大合格レベルだよ。そういうことですよね、うん。続いてこちら、はい、Amazon ランキング第3位、はい、ESR ギアさんのワイヤレススマホホルダ ー結構スタイリッシュというか、なんかそうですね、すごいおしゃれだし、なんかハッシュタグもつけてインスタ映えを狙ってますよね。今紹介した商品の中では多分一番大きな、でかい、買った感がすごいなっていうのありますね。ケーキみたいな。3899円、はい、価格帯でいうとこのワイヤレススマホホルダーの中で一番高めの部類になってますね、はい。7500件のレビューがあるんですけれども 57% が星5ということなんですよ、はい、ちょっと心配ですよね。ただいい商品なら押していきたいので、そうですね、こちらもご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。スマホホルダーの方から開封していきましょう、はい。まずはランキング1位の AC メジンさん、はい、こちらの開封をしていきます。同梱物は取扱説明書とアーム、スマホのホルダー本体で、こちらの商品、はい、
取り付け方法2つありまして、はい、ダッシュボードとかに固定するタイプのものと、はい、エアコンの吹き出し口に挟むタイプですね。はい、挟む強さも3段階で変えられるっていうことなので、一応調整ができるタイプのものですね。はるくんこれですね、はい、素材がプラスチックで、はい、ちょっとどうだろう、チープさを感じるかなというのが否めないですね。続いてこちらトップメイクさんのスマホホルダーですね。こちらも開封していきましょう。はい、おっと、お大当たり大当たり なんか当たりました。そうやったやったなんかちょっとハッピーな気持ちになりました。こちらも取扱説明書、はい、日本語で丁寧に書かれてますね。裏は英語です。アーム本体と、はい、こちらも AC メジンさんと同様に取り付け方法2種類ですね、はい、エアコンの吹き出し口につけるタイプと、ダッシュボードの上に吸盤で貼り付けるタイプですね、はい、そしてこちらホルダー本体ということになります。セット内容ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒ですね。こちらも材質はプラスチックですね。続いて Amazon ランキング3位、はい、AI ノープさんのスマホホルダーも開封していきましょう、はい、取扱説明書文字がかなり小さめですけれども、はい、日本語はないです、はい、ドコンブツは至ってシンプル。こちらのスマホホルダーと、はい、エアコンの吹き出し口に引っ掛けるタイプのものですね、はい、ここが爪になってます。すごいですね。で、ハル君これですね、先ほどの2機種とは違って、はい、エアコンの吹き出し口にだけ取り付けられるタイプなんですね、はい、だからこんなにスタイリッシュなんですけど、はい、どうやって確かに朝スマホ保持すんねんっていう感じじゃないですか。これね面白いですよ、はい、スマホありますよね、これ置くじゃないですか、はい、カチャカチャカチャ、トランスフォーム裏どうなってるんですかそれ。かっこいいかも。なんかすごいっすよ。おかっこいい。普通だったら解除ボタン押してもらって開いたら、そうですね、よく見るやつ、置いて、はい、はいはいはい、挟む3ステップですよね。そうですね。こちらなんて置くだけ、超楽ですよねこれ。新しい、これいい、いいなって思っちゃいましたね。続いてこちらワイヤレススマホホルダーの方も開封していきたいと思います。最初は Amazon ランキング1位のインデンチャージ。インデンチャージ、おなんかちゃんと充電してくれそうな、チャージマーク付き、充電器本体に挿す充電ケーブル、はい、エアコン吹き出し口に取り付けるクリップ、はい、アームですね。はい、一応台座もセットで入ってますね、はい、嬉しい日本語の取扱説明書です。日本語ですね、いいですね、いいですね。あ、もう日本語しか書いてないから安心できる、安心。続いて Amazon ランキング2位の真空田さん、ワイヤレススマホホルダーですね。こちらも開封していきます。はい、見てください、まさか当たりました。また当たった。また当たりましたよ。ラッキースター。すごいな。こちらも取扱説明書。お、すごいすごいすごい。長い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 。すごい。長い長い長い。これでも全部日本語。いいですね。日本向けの商品ということですね。日本人が読みやすいですね。うん、読みやすい。こちらがチャージャー本体。おお。金属製なのかな。すごい高級感があります。へ、そしてこちらがエアコン吹き出し口に取り付けるタイプのクリップ、はい、チャージャー用の充電ケーブル、はい、一応こちらはですね貼り付けるタイプのスタンドですね、はい、じゃあこちら Amazon ランキング3位、はい、ESR ギアさんのワイヤレススマホホルダーですね。こちらも開封していきましょう。はい、こちらの取扱説明書は日本語はこちらですね。結構細かい字で書いてあるんですけれども、はい、いろんな国の言語で書いてあるので、はい、グローバル商品ですね。そうですね。こういうクイックガイドみたいのも同梱されてます。おお、やっぱりこうチャージャー本体がすごいスタイリッシュです、はい、意外にでかいっすね。でかい。裏もちゃんとクッションがあるので、まあ、振動ビビリ音とかあんまりしないんじゃないかなと思います、ね、へー。組み立てなくていいの楽ですね。上がってますね。他のやつ全部組み立てないといけないので、確かに。これもこれで仕上がってるのは結構楽、はい、一応こちらウェットシートとかも同梱されてました。おお、すごい。ウェットドライ両方、吸着面にホコリついた時に取ってくださいねというものだと思いますね、はい、チャージャー本体に給電する電源ケーブル、はい、こちらが同梱されております、はい、全商品同梱物は以上ですね、はい、すごい楽しみ、うん、これを一個一個チェックしていきましょう。はい、お願いします。お願いします。
はい、ということでですね、開封終わりましたので、はい、実際組み立てて車体に装着してみました。どうぞご覧ください、はい、ずらずらすごい、見たことないっすよ、この前。いっぱいついてる。ポケモン GO やる人ぐらいじゃこんなにスマホホルダーつけないですよね。確かに。これを今からですね、実際に使っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあまずはこちら Amazon ランキング1位、はい、スマホスタンドをこちらセットで、これをカチカチとやってホールドするわけですね。おー、いいっすね。これすごい取れない。おー、いいっすね。取れない、全然取れない。結構粗めにやってますけど、なんだったらダッシュボードが浮きかけてるぐらい。確かに結構強力ですね。耐荷重25キロあるらしい。25キロ、結構強力だと思います。やばいっすね。なんか車が壊れそうですはい、はい、そのぐらい頑丈ですね、はい、これ解除はどんな感じなんですか。解除はサイド両側ボタンございます、はい、おー、これでワンプッシュ、へー、置いてカチカチ閉める。外すときはワンプッシュ。あで2位こちらトップメイクさんですね、はい、これも同じですね。同じですね。今置いたときに感じたんですけど、はい、堅牢な感じ、しっかりしてる。へえ。なんかブレがない。あ、そうなんですね。 AC メジンさんのやつは調整幅広いんですよ。3つあるんですけど、すごい、多分その分ガタつきやすいんじゃないかな。あ、こっちはもうまっすぐしか調整ができない分、調整幅は狭いけど、はい、もうダッシュボードからスタンドが生えてますよっていうぐらい堅牢。へー、なんかもう絶対落ちなさそう。あ、いいっすね。結構今下に力入れてます、はい、もう本当に外れもしない、はい、まあ、吸盤の力が強いのかなっていうのを思わせますね、これは、はい、続いて Amazon ランキング3位、はい、AI ノープさんですね。おーい、これやっていきましょう。置きます。ダン、いいトランスフォーム、これいいよ。あ、そっかそっか、そうただエアコンの吹き出し口につけるから、吹き出し口自身の羽の向きで角度変わっちゃいますね、これ、はい、あ、じゃあこいつあれっすね、あの付属でついてた、うん、あの両面テープで直接取り付けタイプの方が、の方がいいのかな。そん、うわ、いい、なんか迎えに行ってる、ね、しかも外すのもボタンいらないんで、はい、あ、本当に楽。ルーパーが持ってくれればいいっすね、うん、確かに。あんまりにも重いスマホだと、ね、このエアコンの吹き出し口の羽自体にかなり負荷かかるので、ここはもしかしたら注意が必要かもしれないです。そうですね。クリップタイプなので、はい、まあガタつきは吸盤タイプに比べるとやっぱありますね、はいはいはい、これ運転席目線なんですけど、ここについててもやっぱナビの邪魔にならないので、お、これテレビ見ながらナビゲーション、これ結構いいと思います、ね、いいっすね。続いてワイヤレス充電スマホホルダーの方も検証していきましょう、はい、こちらの売りは、はい、なんといっても横で押さえてくれるサポートっていうんですかね、はい、自動で開閉するっていうことなんで、ちょっとじゃあスマホ置いてみますね。マジ、いきます、はい、ピカッ、おー、そしてはいはいはい、ちょっと待って待って、ワンタッチで開くと、おお、外します。解除はどこ押してるんですか。解除はね、ここのメッキのボタンですね。いい、しっかり感は、しっかり感、しっかり感ある。うう、すごい、あ、すごいある。え、何これ、全然動かない。向きもこの後ろのダイヤルを調整してあげれば、あ、首振る、わ、すげえ振る、しかも振るから、で、これで、あ、伸ばせる、はいはいはい、まあ、角度もね、こうやって調整できるんで、これ結構いいかも。早速心揺れてるじゃないですか。これ結構いいかな。でもさっきね、これがいいかなって思ったんですけど、ね、置くのも外すのもボタンいらないしいいんですけど、やっぱね、ワイヤレスチャージャー充電器挿す必要ないんで、はい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 、置くだけでホールドまでしてくれるからいい、これは結構便利。ケーブル挿さなくていいんだもん。だってそうっすね、これいいんじゃない。じゃあ続いてこちら Amazon ランキング2位のシンクーダさんですね。シンクーダ、アルミの本体でかなり高級感があるタイプ。おー、しかもなんか今までと違う、光ってもちょっといいですね。いいですね、リングも光ってるし、なんかシンプル。これはマグセーフ対応なので、はい、そのままこちら磁石で給電できるタイプですね、はい、今までと違って、はい、角度変えられちゃうんじゃないのっていう感じですよね。ちょっとじゃあ実践してみましょう、はい、カチャッ、わー、あ、うわ、しかも、吸着力がえぐい。え、いきます。
おお、持ってかれる。すごいすごい、勝手に持ってかれる、すっごい強力。すごい。そして横向きもじゃあいけちゃうんすか。横向きもいけちゃう。便利。え、便利じゃねえすかこれ。これめっちゃ便利だ。縦でも横でもいけますよってことですね、はい、あ、すごいすごい。あ、これもしかしてあれかな、これ1位ですねこれ。早い早い、これ1位ですね。早い、もう心移りしすぎ。でもこれ裸じゃないといけないんですよね。裸じゃないといけないのか。そうですね、試してみたいなと思って、はい、iPhone 裸のまま使う人いないじゃん。いないっすね、あんまり。マグセーフこれ対応じゃないんですよ、はい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 、100均で普通に売ってるクリアの、まあそんなに厚くないかな、はい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 、多分1ミリ2ミリぐらいのケースなんですけど、はい、さっき磁力強かったじゃないですか、うん、つくんじゃないかなと思って。おお、いいっすね。試しにね、試しにやってみます。これでついたらいいぞ。まあ充電は大丈夫ですね。充電はできる。あ、弱い、ダメか。あっ、でも振動で、どうか揺らしてみてください。ダメだダメだダメだ。あ、ダメだ、やっぱりダメなんだ。そっか、結構磁力強かったんで、はい、ケースつけてもいけるかなと思ったんですけど、うん、やっぱりダメみたいです。ダメですね。マグセーフ対応か、そのまま充電してもらうっていうもんですね。はい、わかりました。でも横向きで充電もできるし、ホルダーにもなるし、結構万能ですね。これルーパーだけじゃなくて別土台ありましたもんね。土台もあるからダッシュボードとかにつけても使えますよね。ですね。これは1位です。心移り。で続いて Amazon ランキング3の ESR さんのやつですね。はい、これは惜しくも星5が 50% 台ということで、はい、まあ、悲しい結果となってしまったんですが、まあ、中ちゃん個人的にはそんなに悪くないんじゃないかなとは思ってます。パッケージングとかなんかね、やっぱここダッシュボードで固定もしてるんですけど、はい、ちゃんとここの裏側ね、ダッシュボード当たる部分クッションでサポートしてくれてるんで、こういう気配り嬉しいですよね。そうですね。てかスタイリッシュっすよね。うん、スタイリッシュ。なんかこう付き方がダッシュボードに這わせてる感じが、はい、本当なんか純正風というか、結構いいんじゃないかなとすら思ってます。はい、そしてこれも横向きで充電できちゃうんじゃないというもんですね。まあ、まずは縦で、うん、おお。磁力は先ほどのものと比べるとこっちの方が結構こうしっかりくっついてるなという感じがしますね。はい、今回購入したワイヤレス充電器に関してはどれも急速充電対応のものですね。そして横向きは、おお、うん、まあ、若干ガタつきありますけど、クッションあるからダッシュボードも傷めないし、なんか邪魔にならないですね。なんかすごいスタイリッシュじゃないですか、はい、縦も横も充電できるし、はい、スタイリッシュだし、なんならこれが1位ですね。全部1位って言ってやるたび映ってる心が。どれもいいってことですか。どれもいい。ほんと6つ試してきましたけど、ほんとコーツつけがたいですね。あ、はい、まあ、スマホホルダーとして使いたいか、ワイヤレス充電器として使いたいかっていうところで分けたらいいんじゃないかなとは思います。まあ、あとは横で使うか縦で使うか、はい、まあ、これでも結構変わるかもしれないですね。そうですね。ハル君的にはどうですか。俺は難しいな。つけるところっすよね。うん、確かに。はい、ということで一旦戻ってまいりました。はい、どれもいいっすね。いいっすね。でここでですね、はい、吸盤タイプ、耐久性ちょっとやっぱ心配じゃないですか。そうっすね。ダッシュボードって結構凹凸ありますし、はい、吸盤がそこをねしっかり追従できるとは思えないんですよ。Amazon の商品ページに、はい、25キロの負荷かけても大丈夫ですとか、はい、なんだったら40キロ大丈夫ですっていうのもあったんですけど、子供何人、40キロって無理だろうって思ったんですけど、まあでもそこまで吸盤に売りがあるんであれば、はい、まあ、テストしてみましょうということで、ご用意したのこちら、新種の虫です。虫でけえ。ダッシュボードと同じような柄の入ったパーツですね。深い芯が入ってますね。これをご準備しまして、吸盤セットしました。全部今ついてます。この状態で振って外れないんであれば普通に車運転してても問題ないよねっていうことになりますよね。はい、ということでいきます。はい、めっちゃシャイク。今めっちゃ振ってます。全然外れないじゃん。この状態で外れないっていうことは絶対外れないですよ。そうっすね。だから吸盤タイプでも耐久性はあると、はい、でクリップタイプも今回ご紹介したやつしっかり掴むタイプなんで、はい、エアコンの吹き出し口の羽が割れない限りは大丈夫だね。はい、いやすごいいい検証になったと思いますこれ。
ということでですね、Amazon 売上ランキング3に入ってくるような商品は、はい、結果どれもいいってことですね。いい。マグネットタイプで充電できる方が自分に合ってると思うのか、はい、充電はしないからとりあえずスマホスタンドとして使いたいのかとか、はい、もう本当使い方で選んでもらうのがいいと思います。商品の詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひそちらからご購入してみてください。はい、お願いします。お願いします。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。はるくんと中ちゃんでした。まだ何も知らない。